います。会社は東京にあります。松本さんが働いて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 いる会社は東京にあります。松本さん、松本先生、働いている、把原本的働いています变成普通形，所以います的普通形是いる。働いている工作的会社公司，上班的公司呢？東京にあります。在这一个东京，松本先生上班的公司在东京，请跟日语老师念过一遍。松本さんが働いている会社は東京にあります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 。请看第三个例题。山田さんが住んでいます。山田さん、山田先生、住んでいます。住的。ところは、地方、横浜です。横滨。请跟山田先生住在。地点是横滨。请跟日语老师念过一遍。山田さんが住んでいます。ところは、横浜です。山田さんが住んでいます。ところは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 横浜です。山田さんが住んでいるところは横浜です。把原本的住んでいます的います变成普通形いる住んでいる住的地方地方是ところ所以山田さん山田先生住んでいるところ住的地方横浜です是横滨山田先生住在横滨请跟日语老师念过一遍山田さんが住んでいるところは横浜です。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 接下来请看例题四。初めてご主人に会いました。初めて第一次。ご主人、你的丈夫、会いました、见面、ところ、地方、神戸です、神戸、初次见到丈夫、地点是神戸、请跟日老师念过一遍。初めてご主人に会いました、ところは神戸です。初めてご主人に会いました。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 ところは神戸です。初めてご主人に会ったところは神戸です。把会いました变成普通形あった。初めて第一次ご主人丈夫に表对象あったところ见面的地方神戸神户与丈夫初次见面的地点是神户请跟老师念过一遍初めてご主人に会ったところは神戸です